皆さんこんにちは、白熊ななみんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、私ずっと欲しかったものを購入したので、ちょっと紹介してみたいと思います。それがこちら。何だと思いますか？これはですね、カメラ、間違えたカメラじゃない、これマイクなんです。マイク、なんか強そうなマイクなんですけれども、いい音質のマイクでやりたいこと、それは ASMR でーす。皆さん ASMR ご存知ですか？ASMR、 オートノーモスセンサリーメリディアンレスポンス、その頭文字を取ったものが ASMR。 すっごい鼓膜にゾワゾワってくる気持ちのいい音みたいなやつなんです。で、私自身も初めはなんか、え、これがいいのっていう風に聞いてたんですけど、なんか聞いてるうちにだんだん、あ、これめっちゃいいっていう風になってきて、いつの間にか虜になっていたんですね。なので聞く側じゃなく、今回は撮る側でやってみたいなと思い、このマイクを購入しました。ということで、ちょっと開封していきたいと思います。早速いらっしゃる。お、なんかすごい、あ、軽い、意外と軽い。これが本体っぽいですね。カタツムリみたいです。え、こんな軽くていいのかな。おもちゃみたいです。どんな感じで撮れるのか楽しみです。電池式なんですね、マイクってね。入れました。カタツムリくん、カタツムリくんと名付けました。あれ、これ SD カードが必要なのかな。 SD カードが必要だ。カードを、これか、え、これか、入らんくない、あ、逆だったのか。はい、ホームボタンを長押し、お、ついた。で、日時、あ、やば、元旦にしちゃったよ。まいっか。はい、次。お、これこうやって動くんですね、マイクが。面白い。ちょっと早く撮ってみたいな。それでは皆さん、イヤホンを準備して早速撮ってみたいと思います。なんかごっつい三脚も買ったので、ちょっと机の上に置いて、え、どうなんだろう、これ緊張する。まず喋るね。まず喋ってみます。こんにちは、こんにちは、聞こえますか、聞こえますか、聞こえます。マイクの性能チェックをしております。無事に高性能なマイク機能しているのでしょうか。
ました。どうでしょうか。今回はコピー用紙と HB の